おはようございます、現在朝の8時30分です。今日はですね、東京からシビックタイプ R が来世します。東京で知り合った友達なんですけどもね、わざわざね、こっちの方に来てくれるということでね、今日は皆さんでね、シビックタイプ R を囲もうということで、急遽ツーリングオフ会を開催することになりました。まだ誰も来てませんが、つぼの道の駅に来ました。撮影機材今ちょっと準備してましたんで、ちょっとね、ごちゃごちゃしてますけどね、参加される方はね、気をつけてきてください。ではクラッチ復活三段でしたね。軸が壊れちゃってます。マジですか？ちょっと傷ついてて、そのうち寿命になりますよ。油断するな、相当の使い手だぞ。新潟の方だね。おはようございます。やった。お疲れ様でした。これが噂の、はい、すごいな。6時間ですか？3時。3時、サッキークの友達ですよね。そうでもない、そうでもない。何、どういうこと？今日ちょっとあんま天気良くない予報だったんですけど、晴れました。サッキークの友達です。なんだ、丸本見て、あ、来るんだ、すげえな。たまにはマジで行ってみるか。来た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 。来ました。いやー、だ遠いですね。東京のボロさん。あ、どうも、はじめまして。のハルワザ、ハルワザ。はい。集まりますね。はい、なんかインスタで見ました。もうなんかすごいやってきたぜみたいな。Thank you.
ようございます。ぴったりこれがすごいですよね。光る、全部夜、夜光るんですか、うん、え光ります。これなんですか、うわーっと、マジですか、すげえ。そうなんだ。そう。そうなんですよ。チャンネル登録お願いします。今日初めて参加する新潟から来たサラブと申します。だからは僕しか下にしていきました。よろしくお願いします。53番のレッドスターズです。でこれ初めて言うことなんですけど、レッドスターズの後ろの数字4桁1114って誕生日じゃないです石好きなんで、いい石って意味です。石好き、はい、よろしくお願いします。9番のインフルエンド花巻で、花巻から来ています。名前は板垣と言います。カプチーノ飲んでます。よろしくお願いします。東京から来ましたタイプRのゴロと申します。ナンバー見れば分かると思うんですけど、86乗っててゴロだったんで86合格で、はい、そうで自分実あ名字がホンダっていうんですけど、そのままなんですよっていうのもあって、トヨタ乗ってる頃からなんでホンダ買わないんだって会社の先輩に言わされてきて、これを買いました。借金してますけど、よろしくお願いします。おはようございます。今日でこちらの方に参加させていただきますのは2回目になります。一応自己紹介のS660 ってです、S980 の平成さんですけど、ビートに乗ってます。21番のヒデさん、今度は石巻から来ました近藤と申します。よろしくお願いします。タイプRからの、タイプR、タイプR、タイプR、あれなんですか、コツしようと思って様子見出てきたんですか、かもしれない、落ちしてたんですよ、来たんですよ様子を見てこっちに、これ、これ上から照らしてリフレクターに反射させてます、ライト。そういえば、うん、俺もどうなってんだろうなと思ってたんですけど、上に発光面がありますね。ああ、こういうのなんすか、これ。布団積んであるんで、後ろはあれなんですけど。おお。物詰めて、物詰めていいの、詰めますね、全然詰めますよ、後ろ広いっすよ、じゃあお布団、布団積んでるんであんまりあまりありますよ、布団があって物詰めるって素晴らしいですね。なんか室内が広いっすよね確かに我々の見せ